本日のゲームはローズパークスタジアムで行われます。この時間は日本対ペルセポリス、こちらの一戦をお楽しみいただきます。日本国国歌お聴きいただきます。このゲームは4-5-1のシステムで今日来ているんですが、北澤さん、これはどういうシステムで何を意図するんですか？そうですね、特に中盤の形勢ですよね、はい、右左に位置するサイドアタッカーですよね、はい、これ一つのポイントになりますよね。やはりサイドアタッカーにボールを配球した中で、そこからドリブルだったりとか、サイドから攻撃のスタートをしてくるっていう狙いがありますよね、はい、さあ、このワントップ、結構これは負担になりそうですね。そうですね、このワントップはボールでキープできること、ためを作れるということは重要になりますよね、はい、もしくはやっぱスピードのある選手ですね、うん、このワントップにスピードのある選手で相手を攻めさせておいてスペースにスピードで攻め込むっていうこのワントップの狙いもあるかもしれませんね、はい、さあ前半見ていきましょう。日本対ペルセポリス、エキシビションマッチです。まあ、ゲームの序盤は相手にペースを作らせないことが重要になりますよね、はい、そのためには立ち上がりから積極的にチャレンジして自分たちのサッカーをすることをまず心がけることですよね、うん、なるほど。ゲームの立ち上がりまずは見ていきましょう。ハッチンソン、ロメル・アンディ、うまいですね。右サイドから上がります。日本媒介します。オフサイドです。デイビス、ドネル・アンディ、ハッチンソン、ドネル・アンディ、さあ今日はどちらのチームが先にシュートを打つんでしょうか。このパスには追いつけませんでした。久保、一人で持ち上がっていく、裏へ届くか、ゴールキックです。ハッチンソン、まだ両チームともフィニッシュまでの形がありませんよね。こちらももう少し前がかりになってもいいと思うんですけどもね。さあ縦に仕掛けたボール、しかしこれは通りません。ボールを下げてリズムを作るか、ハッチンソン、ドネル・アンディ、デイビス、デイビスから縦へのボール、もう一つ前に行きたい、抜けるか、南野対応します。スルーパス、このボールに触ります。
大きく縦へ、カイル・ラリー、南野、久保、スルーパスを狙う、このボールはカットされます。これはスローインとなります。裏を狙っていきます。前半28分を過ぎたところです。ハッチンソン、ハッチンソン、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。谷口、ここはファールです。今のはカードは出ませんでした。注意だけでしたね。そうですね、丁寧にいかないと次こそカードもらっちゃいますからね。クリアです。ハッチンソン、デイビス、激しいボールの奪い合いです。浅野、両チームファーストハーフ、ここまでまだスコアレスの展開です。ペルセポリスが最終ラインまでボールを下げる。ドネル・アンリ、ハッチンソン、これは合いません。ハッチンソン、おっとルーズボール、パス回し、柴崎、サイドのスペースを使います。これはつながりません。そして今前半終了の笛が吹かれました。前半0対0。北澤さん、前半戦についてのコメントをお願いします。日本としてはまだシュート1本も打ってないんですよね。シュートコースの開け方、スペースの作り方なんかにもう少し工夫が必要かもしれませんね。日本対ペルセポリス、得点は動かないまま後半を迎えます。後半参りましょう。日本としては前半やや押されてましたからね、多少修正は入りできてるでしょうね。そうですね。ハッチンソン、デイビス、ハッチンソン、シュートレンジだ。縦へのボール、裏を狙う。さあカウンタースピードを上げたいところ、裏へのスルーパス、相馬へのボール、クロス低い、長いボール縦へ、低い弾道、打った、どうです、さあもうあとは決めるだけ。
デイビス、ドメルアン、長いボールを振ります。右サイド上がっていく、抜かせません。日本は選手交代のようです。さあ日本、同時に2人の選手が入れ替わります。ハッチンソン、激しいボールの奪い合い、これは笛はありません。抜けてくる、スクイークロス、必死のクリアですね。このクリアボール次へつなげたい。鎌田、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。ここまでのところ全体的にシュートが少ない試合展開ですよね。まあ、ここからどちらが無理して攻めていくかっていう状況じゃないでしょうかね。注目したいですね。ロネル・アンリ、スルーパスを出す、クリア。このピンチをなんとか出します。キーパーからのロングフィード、プレスからボールがこぼれる。ペルセポリスとしては突破できませんでしたけどもね、抜ければチャンスでしたからね。今みたいな位置では勝負していったと思います。ギドギドスイード。日本は先ほどと同じようなフィニッシュでしたが決めることができませんでした。やっぱりこういった自分たちの時間帯に得点できるかどうかっていうのは大事になってきますからね。好セーブを見せました。今日これが初めてのコーナーキックです。最高ですね。素晴らしいですね。日本が決定的なチャンスを迎えたシーンでした。裏のスペースを狙う、日本としては流れちゃいましたけどもね、抜けてくればもうビッグチャンスだったんですけどね。ドネル・アンリ、ハッチンソン、堂安、奪います。ここはドリブルで上がる、スペースを狙う、チャンスを演出でシュート。一連の流れ、スルーパスを受けてからのシュートでした。浮き球に対していいタイミングでラインの裏へ飛び出しましたよね。これを繰り返していけばいいと思いますけどね。さあ繋がるか、
カイル・ラリー、谷口から大きく縦へ、ふわっと裏を狙う、これはつながりませんでした。チャンスでしたけどもね、残り時間ありませんから高かったところでしょうね。これはチャンスだ。堂安、ボールの奪い合い激しいものがあります。山根、ここでファールがありました。これはクリア、足元大事にいきます。惜しい攻撃でしたけどもね、このまま終わっちゃうかな。来た、シュート、これは見事なゴール、決まった。いやー、これは素晴らしい。いやー、なんという見事なドリブルでした。シュート前に勝負ありでしたね。そうですね、ドリブルでゴール前に持ち込んでね、普通はちょっと焦ってしまうところなんですけどもね、落ち着いて確実に決めてきましたよね。先ほど投入されたばかりですが、早くも監督の期待に応えました。いやー、この采配は大当たりでしたよね。監督の期待にしっかり応えてきましたよね。土壇場で1本抜きんでました。いや、ここで頭一つ出ましたよね、はい、ここまで非常にコースのバランス良かったですからね。そうですね、裏を狙う、いいボールですよ。長友、足元のクロス、ファールですかね。キーパー前へ蹴り出します。チャレンジはしません。後ろに流す。ペルセポリス、落ち着いて時間を使います。裏へ届くか、おっと、いいボールですよ。もうこれいいですよ。中人数揃っている。ここで笛、1対0、日本1対0で敗れました。追いつけませんでした。北澤さん、本日の対戦何かコメントございますか。日本としては中央を突破されるシーンが何回もありましたよね。やはりゴール前ではしっかり人数をかけて守備していかないと、また今日のような失点を招きますから、今後に向けての修正ポイントでしょうね。はい、そうですね。さあ、そろそろお別れの時が来ました。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。日本が1対0で敗北を喫しています。